んにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。アメリカから始まった旅がカナダの奥地に来ています。残念だったフォートシンプソンを後にしてイエローナイフに戻り街歩きをします。那覇に国立公園のリベンジはあるのでしょうか。それではどうぞ。6月16日カナダ5日目、天候のせいとはいえ今回の旅の目的を果たせずにここフォートシンプソンを離れるのは誠に残念です。気落ちしていますが予定を立てているので旅を続けなくてはいけません。宿の朝食は冷蔵庫から好きなものを食べてもいいというスタイルです。卵とかハムもあったんですけどね。飛行機の時間まで部屋にいてもいいと言われましたが、いてもしょうがないので空港に連れて行ってもらうことにします。時間があるので空港の先にあるフェリー乗り場に行ってくれます。イエローナイフに車で行くにはこのフェリーで川を渡らなくてはいけません。車だとイエローナイフまで7時間はかかると言います。宿のオーナーさんですが普段はヘリコプターのパイロットをしています。空港に着きましたがこの車も自分のだと言います。さすがパイロットさん、お金持ち。空港とは言ってもこのちょっとした建物があるだけです。空港の中はまだ誰もいません。この地域の見どころの案内がなぜか虚しい。フォートシンプソンの街の案内ですがこれが一番わかりやすかったです。さて出発の時間となりました。大自然が広がるフォートシンプソンでした。ツンドラの上空を飛びます。那覇に国立公園の飛行艇は有視界飛行ですのでこれだけ雲が垂れ込んでいると無理なのかもしれません。そろそろイエローナイフです。約1時間の飛行で料金は約6万円です。すべてが無駄になってしまいました。イエローナイフの空港からは無料のホテル巡回バスがあります。前回泊まったホテルです。なかなかいいホテルです。それに町の真ん中にあります。イエローナイフの人口は約2万人でここにノースウェスト準州の人口の半分が集まっています。準州の面積が134万6106平方キロメーターですのでその人口密度は想像を超えます。ちなみに日本の面積は37万79144平方キロメーターです。町一番の交差点です。その交差点からすぐのところに日本人経営の寿司店があります。この地で日本食を食べれるのはとても嬉しい。そういえばエジプトのダハブで食べた日本食も驚きでした。メニューも揃っています。お寿司は夕食に食べることにして今はうどんと味噌汁にします。味噌汁はインスタントです。せっかくですのでイエローナイフの市内見学に出かけます。北の方に向かいます。振り返って町の中心方面です。インフォメーションセンターは移動しているようです。池の向こうに州立法議事堂があります。森に囲まれたその様子は
まさにこの地方の象徴です。立派なエントランスです。この地方には様々な民族が住んでおり、その言語は11にもなります。ガイドツアーで案内してもらいます。私一人でしたので英語のリスニングが大変です。ただうなずいていました。写真は食場です。食場がもう一つあります。各パーツにはそれぞれの意味があるようです。議会の中の真ん中に白熊の敷物がドーンとあります。お土産をもらいました。次に来たのがノーザンヘリテージセンターです。この地方の民族品が展示されています。イエローナイフの歴史は金鉱が見つかったことに始まります。イエローナイフ近郊に広がる鉱山の地図です。ノースウェスト準州の地図です。そこに那覇に国立公園があります。ムースの剥製があります。白熊の剥製です。ムーススキンボートが展示されています。船体の側がムーススキンでできています。町の中心に戻ります。オーロラビレッジといい、オーロラの観測のためのインフォメーションセンターです。イエローナイフはオーロラ観測のメッカとして知られています。残念ながらこの時期は見れません。そして夕食に日本食店にまた来ました。大満足です。ホテルの部屋に戻ってビールを飲めば今日も終わりです。いかがでしたか。那覇に国立公園はまた来るしかありません。明日はケベックに移動します。ご視聴ありがとうございました。